長崎駅は、長崎県長崎市尾野江町にある、九州旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。本校では駅前にある、長崎電気軌道の停留場、長崎駅前停留場についても扱う。長崎県の県庁所在地長崎市の中心駅であり、長崎本線の終着駅である。長崎県内で、最も利用者が多い。博多方面への特急列車。 鴨モや長崎都市圏及び県北地域を結ぶ快速シーサイドライナー普通列車が発着する。当駅の所属は長崎本線であるが大村線の大半の列車が当駅まで乗り入れを行っている。かつては本州方面への優等列車が多数運転されていたが2008年に新大特急赤月が廃止されて以降は 発着するすべての列車が九州内のみの運転となっている。2013年10月15日より、JR 九州のクルーズトレイン、七つ母子ン九州が当駅へ乗り入れるようになった。当駅では、長崎県主たの JR 長崎本線連続立体交差及び長崎新幹線建設事業が進行中で、2020年3月28日より、新駅舎へ移転。 高架化された。2022年度には、九州新幹線が開業予定である。九州新幹線西九州ルートが開通すると、日本最西端の新幹線停車駅となる。1897年、九州鉄道が長崎市内への路線を開通させた際に、長崎駅として開設されたのは、隣の玄浦上駅であった。その後、 より市街地に近い大国町への新駅設置と路線延伸が検討され、1905年に路線が市中心部側へ延伸されて現長崎駅が開業し、それまでの長崎駅は浦上駅へと改称された。大正時代に2代目の駅舎として、ドイツ風建築の木造駅舎が建てられた。1915年には長崎電気軌道の開業に伴い、 長崎駅前停留場が開設される。1945年8月の原爆投下により、駅舎は消失し、1949年にステンドグラスを備えた三角屋根が、特徴の三代目駅舎が建てられた。1988年には大規模な改装工事が行われたが、老朽化と新駅舎建設のため1999年に取り壊された。 四代目駅舎は2000年に建てられたもので、旧駅舎の三角屋根に代わりドーム状の屋根と多目的広場、鴨もめ広場が設けられ、それに併設する形で複合ビル、アミプラザ長崎、JR 九州ホテル長崎が開業した。高架化前の長い間旅客ホームの線路はすべて車止めが設けられ行き止まりとなっていたが、1930年から1982年までは、 東駅から南へ約 1.1km の地点に長崎港駅が存在した。戦前、戦時中は長崎港へ帰港する日課連絡船へ接続する旅客列車が乗り入れ、戦後の航路廃止後は貨物列車のみが運行されていたが、1982年に廃止された。2020年3月27日をもって降下化され、供用を終了した。 明治大正時代の長崎駅前2代目、駅舎大正昭和初期の駅構内、長崎駅周辺の空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに、作成3代目駅舎4代目駅舎降下、開業初日の5代目、駅舎長崎市内の踏切による慢性的な渋滞や東西市街地の分断を解消するため、 長崎本線の松山町付近から長崎駅までの約2 4トルの区間の線路を高架化する事業である。幸町、宝町、柳川橋、竹、岩橋の4カ所に設置されている踏切が撤去される。2001年に着工準備が決定したが、新駅舎予定地に存在した長崎車両センターの移転協議が難航した。2007年8月に、 長崎車両センターを佐世保線廃棄駅構内へ移転させることで決着し、2008年12月に都市計画決定、2010年2月に国の事業認可を受けた。2014年3月15日より車両センターが移転し、車両基地設備や転車台などは2016年までに撤去され、転車台の部品は天竜浜名湖鉄道に譲渡された。 長崎本線の線路は2016年3月までに事業区間の全線が仮線路へ切り替えが実施されている。2020年3月28日に在来線の高架化が行われ、駅は旧駅舎より西側へ150メートルほど移転した。新駅舎は1階にコンコース2階に2面5線のホームを持つ高架駅となった。今後は2022年度に 九州新幹線の長崎駅舎が併設される。また、現在の幸町踏切付近には10線程度の高架留置線が整備される。事業全体での概算事業費は約430億円。新駅建設予定地 JR 長崎本線連続立体交差事業や九州新幹線西九州ルートの整備計画に伴い、2008年度に 事業認可された長崎駅周辺約19ヘクタールの再開発事業である。新駅舎の東側、西側にそれぞれ交通広場や多目的広場を整備し、新駅舎の周囲を囲む道路として、長崎駅中央通り線、長崎駅西通り線、長崎駅東通り線、小野江町1号線などの道路を整備する。新駅舎周辺では、長崎県庁舎、 長崎県警察本部庁舎、長崎警察署、運転免許センター、マイス施設出島メッセヒルトン、長崎放送新社屋、長崎県営バスターミナル、新駅ビルなどの開発が予定されており高度に都市化が進む。また、当駅から1キロメートルほどの三菱重工、幸井町工場跡地では、ジャパネットホールディングスによる、球技専用スタジアムアリーナ、商業、 ホテルなどの複合施設が2023年度に開業予定である。新駅舎と現役ビルの間の JR 敷地内に地上13階建ての商業、オフィス、駐車場、ホテルを含む新駅ビルが建設される。現役ビルは存続され、新駅舎の高架下した部分にも商業施設が整備される。新駅ビルに併設するホテルは、 マリオットホテルを予定しており、JR 九州グループとしては、初のインターナショナルブランドのホテル運営となる。現役ビル以上の開発となり国際観光都市、長崎の新しいランドマークとして、博多駅に次ぐ規模となる。2022年度の新幹線開業と同時に降下、下商業施設を開業し、2023年春に新駅ビルの部分開業を目指している。 2025年度に全体のグランドオープンを予定する。かもめ広場とアミューゴン島式ホーム2面5線を有する、高架駅。車止め側から見て、左側が1番乗り場である。4番乗り場は5番乗り場の裏上よりを切り替えた先に、あり、地上駅時代のプラットホームは、東端式ホーム3面5線で、古戦橋や、港内踏切等の設備はなく、改札口から、 すべてのホームへ平面移動が可能であった。平成に入り設置された0番乗り場を除き、有効調が長く取られていたが、これは、かつて当駅から本州方面への長距離優等列車が走っていた名残である。2番乗り場と3番乗り場との間に抽選が1本、あり、1982年頃まで長崎港駅へと通じていた。1.2番乗り場の上屋は木製であり、 このホームの端に運転取扱いの建物があった。0番乗り場が設置される前は、当駅は島式ホーム2面4線で、1.2番乗り場は駅舎と直結し、長崎港駅につながる線路に面した3.4番乗り場と駅舎は古戦橋で接続されていた。1993年頃にホームを東端式に変更し、ほどなく古戦橋が廃止され、 同時期に0番乗レバが増設された。従来線路が伸びていた敷地は屋外駐車場へと転用され、後2000年にアミュプラザ長崎が建設された。高架構えのホーム西側には複数の側線が引かれ、旅客列車の留置線として使用されていた。2014年3月までは隣接地に長崎車両センターが存在していた。 長崎ランタンフェスティバル期間中は天井に竜のオブジェ、アミュゴンが飾られるほか、様々な装飾が施される。オープンスペースとなっており、各種イベントが行われる。広場の天井近くには三菱電機製の大型モニターも設置されており、JR 九州関連の PR 映像などが映されている。アミプラザ長崎と JR 九州ホテル長崎へは1階への出入り口の 他、エスカレーターで2階へ出入りすることもできる。直営駅で緑の窓口、自動券売機、自動改札機が設置されており、守護下にも対応している。乗り場、編集長崎駅前に広がる高架広場の先に停留場がある。停留場は、平用軌道区間にあり、ホームは道路上に置かれ、2面のホームが長崎駅に並行して伸びる2本の線路を挟んで、向かい合う。 駅側にあるのが赤挟ま方面域のホーム、反対側にあるのが総福寺、ホタル茶屋方面域のホーム。ホーム長は40メートル余りで、2015年に赤挟ま手留場のホームが延長されるまでは、長崎電鉄で一番長いホームだった。利用者が多いため、総福寺、ホタル茶屋方面域のホームは乗車位置が分かれていて、ホーム先端よりの停止線に3号。 京都ホタル茶や駅、ホーム中央の停止線に1号京都総福寺駅が停車する。同ホームでは日本語と英語の自動放送が流れ、この自動放送では長崎西洋館や平和公園など反対方向の赤挟ま方面の案内も放送されている。ホームの両端には横断歩道橋が接続し、出入りにはこれを使用する。停留場にがるのはこの歩道橋のみであり。 高齢者や大きな荷物を抱える旅行者にとっては使いにくい。前述の通り停留場の参戦化とバリアフリー化の計画がある。ホーム中央付近に上り線から下り線上の片渡り線があり、市中心部でのイベント開催時など、到底留場始発の臨時便が運転される際に使われる。本線と桜町支線の分岐部は停留場の南にあり。 大鳩方面に向かう本線が右へ、桜町支線が左へ分岐する二方分岐。戦前は桜町支線と本線大鳩方面の間も結ばれ、三型分岐のデルタ線を形成していた。これを利用して1934年から1937年までは、市中心部を環状運転する循環系統が設定されたこともある。循環系統については2000年10月にも、 試験的に運行され、この時はデルタ線がない代わりに到底流上の片渡り線を使用したが、利用者がそれほど多くなかったため、定着には至っていない。乗り場、編集長崎オフレイルステーションは、JR 貨物長崎駅に属し、駅西側にあるコンテナ周廃基地である。コンテナ貨物を取り扱っており、貨物列車代替のトラック便が当駅と鍋島駅の 間で1日十4往復運行されている。1999年まで JR 貨物長崎駅は貨物列車の発着があったが廃止され自動車代行駅となった。なお、2006年4月よりコンテナ基地の名称がオフレールステーションとなっている。列車廃止以前は2面のコンテナホームや複数の二役線を有し、駅南側の不当にあった。 魚市場への線路も存在していた。魚市場から鮮魚を輸送するため、鮮魚貨物列車、銀輪や飛び魚なども運行されていた。魚市場の移転に伴い不当の線路はすべて撤去され、コンテナ基地として使用されていないホームは駐車場に転用されていたが、新駅舎建設及び再整備事業により、2016年現在、さら地となっている。主な駅弁は、 下記の通り、長崎駅の各年度の1日平均乗車人員は以下の通り、長崎駅の前を並行して通っている国道202号の長崎駅前交差点は長崎県で一番の交通量である。長崎駅前交差点には歩道橋が3つ仮設されており、これらは駅前駐車場上の高架広場に接続されている。国道を挟んで長崎県営バス。 九州急行バスなどの始発地点。また、駅前高架広場下には、長崎バス、長崎県営バスの長崎駅前バス停がある。ロータリー内にもバス停が設置されている。高架橋広場は、一部が、周辺施設2階入り口へとつながっている。また、車椅子利用者が横断できるよう、エレベーターが設置されている。 長崎県交通産業会館駅前の国道向かい側にある長崎県交通産業会館の1階に長崎県交通局の高速バスターミナルがあり長崎発の高速バス路線の大半はここを始発とする長崎空港駅リムジンバス浦上住吉長大東門前経由長崎出島道路経由長崎空港き共同運行全便 ここウォーク森町バスセンター始発も、当ターミナルへ乗り入れる。2012年11月1日より、運行開始した長崎自動車単独運行の裏上、住吉、道能、カビラバイパス経由便は、ここウォーク森町から北へ向かう路線であり、長崎駅周辺を経由しないが、2013年5月1日より、長崎市内行きのみ、長崎駅前まで運行する。 長崎バス関連の夜行高速バスは、中心部の長崎新地ターミナルが始発となっており、当ターミナルには乗り入れず、長崎駅前、南口バス停での乗車となる。九州号は、手島道路経由の長崎到着便は降車場所が、ターミナル内ではなく、国道沿いの長崎駅前高架下である。経由地等については、各系統の記事を参照のこと。一般路線バス、 長崎県交通局、長崎自動車は、駅正面及び高架広場かの長崎駅前バス停、ロータリー内の構内バス停、ホテルニュー、長崎前の長崎駅前、南口バス停、ローソン前の長崎駅前、東口バス停と複数が存在する。北部、西部方面は高架、広場市も長崎駅前バス停に停車する。なお、大波と極大橋からの便は、 長崎駅前、南口バス停にも停車する。中心部、南部、東部方面行きの大鳩経由便は、長崎駅前、南口バス停、市役所前経由便は、長崎駅前、東口バス停に停車する。行き先によって停車する場所が異なる。長崎、出島道路、長崎自動車道を経由して、大村や諫早へ向かう高速シャトルバスは、交通会館ではなく、 長崎駅前、東口バス停始発である。長崎駅前、長崎駅前、南口北部、西部方面、ここ多く森町、あぐりの裏、福田、立上、ロープウェイ前、小高面長崎市運動公園前、四季見、稲佐山、原爆資料館前、長崎大学前、赤羽様、滑石、うねがり、とぎつ、近海、長代、めぐみの丘、カビラ、 三河町、長崎大学院学部前、元原方面循環線長崎駅前、校舎専用の、ため、乗車できない。長崎駅前、東口東部、南部方面中央橋、片淵、長崎大学経済学部前、八神、諫早、あたご町、早坂、田上、風頭公園、ダイヤランド、平山台団地方面循環線長崎駅前、 南口東部、南部方面、長崎新地ターミナル、矢神、諫早、甲野裏、玄川駅前、早坂半港の裏、あた町、田上、茂木、グラバーへに入口、深堀、甲谷伊王島、晴海台団地、野崎方面、巡環線長崎女子短大方面は、平日が、市役所経由で、土日宿が、大鳩経由。 九州旅客鉄道長崎本線快速、シーサイドライナー区間快速、シーサイドライナー普通浦上駅長崎駅、長崎電気軌道本線八千代町停留場、長崎駅前停留場後藤町停留場、桜町支線八千代町停留場、長崎駅前停、停留場、桜町停留場、九州旅客鉄道九州新幹線諫早駅、長崎駅日本国有鉄道長崎本線、 長崎駅長崎港駅長崎駅前停留場に関するカテゴリー。ありがとうございます。